こんにちは、外務省領事局長の能恵です。これから留学生や学校関係者の海外での安全対策について前編後編の2回に分けてお話しいたします。海外での安全対策については外務省からは昨年だけで90回以上の講演会やセミナーを通じてお話しする機会がありました。ただこれらはほとんど企業関係者からのご依頼を受けて行ったものです。社員が海外で命を落とすような事態をぜひとも避けたい、また万一そのような事態が起こった場合に会社として十分な対策や対応を行っていたかが厳しく問われ経営を左右しかねないという問題意識があるからです。ところが最近学生たちがさまざまな事件や事故に巻き込まれる痛ましい例が後を絶ちません。そこで昨年12月に初めて学校関係者に広くお声掛けさせていただきましたところ、大変多くの方々にご参加をいただき、また安全対策についてもっと発信してもらいたいというご要望をいただきました。これを受けまして今回学校関係者の皆様方を念頭に置きまして、改めてお話しすることといたしました。それぞれの大学などで安全対策を強化することに少しでも役に立てていただければと考えます。最近日本から海外への留学生の数は正確には分かりませんが約12万人とも言われます。これに短期での渡航者を加えますと実に多数の学生や学校関係者が海外にいらっしゃるということになります。これはとても大切なことです。海外でさまざまな人や文化と触れ合い経験を深めていく、これは一人一人の可能性を大きく伸ばすチャンスになります。また日本という国に活力を与え続けるためにもこういった若者の海外遊避は後押しすべきものであります。他方世界各地でテロが増えています。また学生がさまざまな事件事故災害に巻き込まれる例も後を絶ちません。将来ある若者の人生が突然絶たれるということは大変不幸なことです。ご家族の方々の悲しみは言葉に尽くせません。学校関係者や政府にとっても大変つらいことです。若者たちがいかにきちんとした安全対策をしつつ海外での経験を積んでいくようにできるか、政府そして学校の皆様は何をなすべきか、これらのことについて考えてみたいと思います。今回お話しする前編では、まずテロをはじめとした海外での危険はどのようなものがあるのか、そして具体的な例として日本の学生などがどのような被害に遭っているのかといった現状を目次の1から3に沿ってご説明いたします。そして次回お話しする後編では対策を中心に目次の4から6に沿いまして外務省が発信している海外安全情報の活用の仕方、さらに緊急事態への学校側の備えとして危機管理体制の在り方や外務省からの情報や連絡を受け取れる旅レジという登録制度の活用などについてご説明していきます。最初に海外での安全に関し注目を集めた事例をいくつか見ていきましょう。最近のテロ事件で日本の皆さんに最も鮮烈な記憶に残っているのはダッカ襲撃事件でしょう。2016年の7月1日バングラデシュでレストランが襲撃され、国際協力に携わっていた日本人7名の方がお亡くなりになりました。大変痛ましい事件であったのみならず、バングラデシュは親日的な国であり、従来は比較的安全な国と思う方が多かっただけに一層大きな衝撃が走りました。しかしその2週間後の7月14日にはフランスのニースで革命記念日の花火大会に集まっていた群衆にトラックが突入し、
80名以上の方々が亡くなりました。さらに12月19日にはベルリンのクリスマスマーケットに大型トラックが突入し12名が亡くなりました。ニースとベルリンの事件では日本人の被害は確認されていませんが、日本人にも人気の高い場所であり、その場に居合わせる方がいてもおかしくない状況でした。テロ以外では7月15日ですが、トルコでクーデター未遂がありました。イスタンブールでは空港に乗り継ぎ等のためにいらした百数十名の日本人が足止めになりました。市内は危険でしたので、総領事館から空港に要員が駆けつけることはできなかったのですが、偶然乗り継ぎで空港に居合わせた外務省職員3名が邦人の援護に当たりました。幸い被害の報告はありませんが、クーデターの場合は戦争特約がなければ保険がカバーしないことがあります。トルコ経由の安いチケットでヨーロッパに往来する学生もいますが、おそらくこのような点は認識していなかったと思われます。このようなテロやクーデターがあったとき、もし皆さんの学校の学生や職員が巻き込まれていればどうしますか。その時その国にいる学生の皆さんに何と言いますか。またこれからその国に行く学生がいる場合何と言いますか。こういった問題が生じてくるわけです。次に一般犯罪です。最近もハワイで、コロンビアで、そしてカナダのバンクーバーで学生が交通事故や殺人事件で命を落とされたニュースが相次いで聞かれました。現在もフランスに留学中の女子学生が行方不明になっている事件があります。2011年にはニュージーランドのクライストチャーチで地震により28名の留学生がお亡くなりになりました。さらに2008年のことですが、エチオピアでは女性の大学院生が誘拐され、3ヶ月以上経ってから解放されるという事件がありました。皆さんの学校の学生がそのような事件にあったらどうしますか。ご家族に何と言いますか。プレスの取材にどのように対応しますか。またエチオピアの事件のように、事態が長引く場合、学校はどのように対応しますか。こういった難しい局面への対応はあらかじめ考えておかなければなりません。最初にテロや殺人などの難しいケースを紹介しましたが、日本人の海外での被害についてもう少し全体像を見ていきましょう。これは海外における日本人の犯罪被害を示したものです。ここから分かるのは、もちろんテロや殺人もあるのですが、被害の 95% は窃盗などの財産犯です。具体的なケースを見ていくと、海外では意外な落とし穴が潜んでいて、日本にいるのと同じ感覚で行動していると思わぬ被害に遭うことがあります。学生たちがしっかり海外モードに切り替え、基本的な犯罪対策を行っていくことで、窃盗はもちろん、もっと深刻な犯罪に遭う可能性も減らすことができます。具体的な危険や対処方法については、海外安全虎の巻というパンフレットの中で詳しく説明しております。外務省のホームページでもご覧になれますので、ぜひ読んでいただければと思います。ここでは主なポイントをご紹介いたします。犯罪対策の第一歩は犯罪の手口を知ることです。いろいろな方法があります。コインをばらまく、ケチャップをかける、ぶつかってきたり声をかけてくるなど、手を変え品を変えますが、要は注意をそらして油断した隙に盗むということです。逆に言えば、そのような手口を頭に置いて油断しないことが大切です。次に、ホテルやレストランでリスク管理が甘くて狙われるケースです。安全対策の弱い安ホテルに泊まる、所持品をきちんと管理しない、あるいはカードの使い方が不注意な場合など、こういった隙を見せることは犯罪被害を誘発いたします。
通機関や日常生活でも日本にいる時と同じ行動をしていては危険です。例えばスーツケースに名前を書いておくと、その荷物を狙われるだけではなく、見知らぬ人に名前を知られる恐れがあります。地下鉄やバスの乗り降り口の近くにいるとスリやひったくりにあってすぐに逃げられてしまうことがあります。日本では電車に乗るとすぐに眠ってしまう人がいますが、海外では大変危険です。さらに危ないのは他人の荷物を預かることです。もし麻薬が入っていたりすると取り返しのつかないことがあります。薬物対策が日本とは比べ物にならないくらい厳しい国も多く、アジアを含む30カ国以上で罰則に死刑があります。数グラムの少量でも厳罰ということがありますので、くれぐれも注意が必要です。道で財布を開くなど論外ですが、最近多いのがスマホやタブレット端末のひったくりです。日本では歩きスマホをしていると人にぶつかったり交通事故に遭うので危ないと言っていますけれども、海外では強奪されることがあります。その国の人たちにとって何倍もの価値があり、高く転売できることがあるのです。歩きスマホは絶対にやめましょう。でももしバッグやスマホを奪われたら、抵抗したり追いかけたりしないでください。先日もコロンビアで学生が奪われた iPad を奪い返そうとして銃で殺害されてしまいました。旅券も同じです。旅券は大切に保管するようにお願いしますが、もし奪われたら抵抗しないでください。旅券は再発行できます。もちろん手続きはあるので面倒かもしれませんが、命は戻ってきません。決して取り返そうとしないでください。旅先での人間関係にも様々な罠があります。ガイドや友人、場合によっては警官を装って騙したり、ひどい場合は危害を加えることもあります。旅先での出会いは楽しいですが、簡単に気を許してはいけません。こういった注意が窃盗だけではなく、さらに取り返しのつかない事件・事故を防ぐための基本です。加えて、日本では思いがけないような現地でのトラブルがあります。こういったさまざまな事情は国ごとに異なりますので、外務省の海外安全ホームページで国別の注意事項を訪問前に見ておくことをお勧めします。一つ一つご説明しませんが、例えばマレーシアなどでは頭は神聖な部分と考えられていますので、子どもの頭を撫でてはいけない、特に左手で撫でるようなことは本当にいけないと言われています。インドネシアでは足の裏を見せることが大変失礼にあたるので、目上の人の前で足を組むことは慎まなければいけません。女性の一人での行動が許容されない、あるいはダムや橋を撮影したらスパイ罪を問われる国もあります。これはグアテマラであったことですけれども、現地人が写真撮影に怒って臨時殺人に及んだということがあります。魂を抜き取られたという理由だったそうです。国旗が神聖視されている国では国旗の記載された T シャツを着ると罰せられることがあります。男女関係も日本とは異なっていて、母親が子供と一緒に出国しようとすると誘拐の疑いをかけられたり、夫婦喧嘩がドメスティックバイオレンスとみなされたり、あるいは子供を車に置いたまま買い物をすると子供の虐待とみなされることがある、さらにレストランなど公共の場所でデートをすると風紀違反とされる場合がある、さまざまな場合があります。こういった法律、風習、習慣の違いには国ごとの特徴がよく現れます。なぜそうなるかを考え理解することが、安全対策を超えて貴重な海外経験にもなると言えるかもしれません。前向きに考えて、若者たちがグローバルな人材に育つための訓練と捉えて
若い人たちに勉強してもらうのも良いかもしれません。次にテロ情勢を見ていきましょう。世界各地で実に多くのテロが発生しています。割合からすると中東やアフリカが多いですが、ヨーロッパ、アメリカ、アジアなど従来安全とされていた国々でもテロが起こっています。女性や子どもも容赦しない事件が相次いでいます。緑で示しました日本人の被害があったケースに限定しても、2015年には1月から2月にシリアで邦人2名の殺害映像が流されました。3月にはチュニジアの博物館での乱射事件で3名の日本の方が亡くなっています。バングラデシュでは2015年10月に北部で邦人1名が射殺され、2016年の7月にはダッカのレストランで7名の方が犠牲になっています。このほか負傷者まで考慮すると、2015年8月のバンコク中心部での爆弾テロ、2016年3月のブリュッセルでの空港や地下鉄駅での爆弾と乱射テロによる被害者があります。2016年頃から東南アジアでもテロが増えています。1月にはジャカルタの日本大使館のすぐ近く、6月にはクアラルンプールの郊外、9月にはフィリピンのドゥテルテ大統領の出身地ダバオで爆弾テロがありました。では日本人はテロリストに狙われているのでしょうか。残念ながらその可能性はあると言わなければなりません。アルカイダもアイセル、いわゆるイスラム国もこれまで何度も日本人をテロの対象として言及しています。例えば2015年2月にシリアで邦人2名の殺害映像が流れた後、アイセルの機関誌の中で、今や全ての日本人と日本国籍はどこで見つけようとあらゆるところにいるカリフ国の兵士及び支援者たちの標的である、こういった言及があります。もちろん日本人だけが特に狙われているわけではありません。米国やフランス、英国など欧州諸国の方の方が常に狙われていると言えるかもしれません。ただ日本もアラーを信じないも十字軍の一味といった捉え方をされています。これまでは私は日本人ですと言えば見逃されることがあったかもしれませんが、今やそうではない、こういう現実は認識する必要があります。ここでテロについての状況をまとめましょう。3つの傾向に注意してください。第一に、テロが中東アフリカのみならず従来安全とされた欧米やアジアに広がっていること。第二に、攻撃対象が政府や治安機関のみならず交通機関、レストラン、ショッピングモール、劇場などいわゆるソフトターゲットとなり一般人を多数殺戮しようとする例が増えていること。第三に、テロリストが外国から送り込まれた要因ではなく、その国で生まれ育ちながら過激思想に感化されたホームグローンと呼ばれるものであったり、組織的背景を持たないローンウルフであることが増えています。この結果、テロを予防することがこれまで以上に難しくなっています。では私たちが邦人保護で何をするのか。それは外国には日本の主権が及びませんので、テロの発生自体は防げないとしても、邦人が被害に遭うことをぜひとも避けるようにするということです。具体的には、狙われやすい人、場所、日時をできるだけ察知し、危険を回避できるように皆さんに情報をしていくことです。ただし最終的にはそれぞれの方が危険回避行動をとって被害を予防し、またテロ発生時に適切な行動をとって被害を最小にする対処をしなければなりません。今回の動画では、海外で日本人を取り巻く最近のテロ事案と懸念される傾向、日本人が海外で遭いやすいさまざまな被害といった状況についてお話ししました。後編では外務省としての取り組み、
学校として安全対策にどのように取り組むべきか、教育機関関係者の皆様にお願いしたいこと、これらについて詳しくお話ししたいと思います。ご清聴ありがとうございました。